アルゼンチンでエンジェルって言われてる。裏でなんて言われてたんですか。野人。試合中にさ、うん、シャーッと声言った。神業だよ、二人ね。いやー、ということで本当面白いですね、これね。まだまだ聞きます。絶対に語られない話がここにある。ジョーチャンネルスタート。はい、皆さんこんにちは、ジョーチャンネルです。はい、始まりました、ジョーさん。はい、今日はですね、はい、コメントいただきましたよ。ちょっとジョーさんに3度目の悲劇をちょっと振り返ってもらいたいですっていうコメントが入ったんです。ちょっと3度目なんてもうさ、何年前？2001年なんで23年前ですかね、うん、もう3月24日。全く覚えてない。覚えてないですか、うん、伊藤照良状態。あー、うん、サンドニで、でもサンドニでやったのは覚えてるな、はい、雨の日。雨の日、いや、ぬかるんだグラウンドで、うん、まあ、日本選手はこう踏ん張りが効かないような状態になってるなっていうのはすごく見てましたね、うん、そういうイメージが。ボロ負けした試合だったよね。5対0。はい、0-5ですね。0-5で負けたっていうね、はい、うん、全く何にも多分できないで終わった試合だった気がするね、うん、あれはね。ちなみにジョーさんはですね、うん、69分西澤さんと交代して入ってるんで。ああ、そうなんだ。はい、だからまず前半はピッチではなくてベンチサイドから見てたと思うんですよ。ああ、見てないよ多分。覚えてない、見てないよ。何してたんだろう、分かんないけど。ああ、でもね、サンドニはなんだろうな、本当に雨とぬかるんだピッチで、うん、あれね、スパイクさ、ポイントとかって昔ね、はいはい、取り替え式のポイントを、うん、長いやつを履いてたんだけど、はい、あれでももうくるぶしぐらいまで埋まるぐらいの、そうなんですか、柔らかいこう、グランドで、もうね、はい、田んぼでサッカーしてるみたい。ああ、そんなぐしょぐしょなんですか。そんなぐしょぐしょって、それで止まろうと思ったらツーッと滑るの。みんなそんな感じになってますよね。ツーッと滑る、その印象で。だけどフランス代表の選手は全くそれが関係なく、バランスよく立って、パスもパンパン回してやるんだけど、日本の選手は全然それができなくて、ヒデぐらいじゃないですか。そうなんですよ、うん、だから今でも言われてるんですよ、あそこでヒデさんだけが通用したみたいないうふうに言われてるのは、うん、確かにこうズルズルっていうのが少なかったんですよね。なんか違反のスパイク入ったんじゃない。いや、違うの。すげえ長いポイント、すっごい長い、こんな刺さるよ。いや、だけど本当にね、なんだろう、足首パッてつけると本当にくるぶしぐらいまでこう埋まるぐらい、あ、深いカット、そう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 、うん、で余計走ってバッて止まろうとしたりとか、うん、一瞬グッて行こうとすると、うん、足がツッて滑るわけよ。確かその記憶はあるわ、うん、で前半見てて、これなかなか難しいなっていう感じで、うん、そうやってた気がする。でもなんでこうフランスの選手は大丈夫なのに、彼らはそういうところでも慣れてるっていうか。なるほどね。そういう場所でも何度もやってるし、分かるんですね。日本の選手ってあんまりない、そういう環境でやるっていうのが、はいはい、その感覚が全くつかめないまま終わっちゃうっていうかね、うそうだと思うよ多分ね。フランス誰、代表誰ってさ、これがね、まあ、すごいメンバーなんですよ。フォワード、アンリ、中盤ジダン、ピレス、うん、ディガリン、うん、ラムーン、うん、プティ、ディフェンダーがカンデラ、うん、ルプーフ、デサイ、リザラズで、ゴールキーパーラメなんですよね。そうかそうか、まあ控えキーパーですよね。当時はだってバルガスか、バルデス、バルデス、バルガスって言ったね。バルデス、うん、僕好きだったんですけどね。好きなのに間違えちゃった。すいません。こちら中村俊介さんの引退試合でジョーさんが着たユニフォーム、出場選手全員のサインが入った世界で1枚しかないユニフォームをチャンネル登録10万人でプレゼントという企画もやっておりますので、うん、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、アデルカとかカランブーとかは出てないんだ。スタメンでは使われてないですね。交代もしてない。カランブーは80分から出てます、ね、あ、やっぱりそうですよね、はい、カランブーと話した記憶あるんだよね。あ、そうなんですか。リーガで彼はさ、あのレアルにいたんだよね、はい、アデルカもそうだったんだけど、はい、レアルでモロッコのハッサン後輩とか、はい、そういうところでたまたま一緒になったりとかしてて、はい、リーグでも話したりとかさして、サンドにも話したはず。え、それ試合終わった多分、試合始まる前に話したのと、うん、出るのお前みたいな感じで、うん、で、いや出ねえよとかつって、で俺も出ねえんだみたいな話になって、で終わった後に控室の近くで話をした記憶がある。何の話したのかね、サッカーの話じゃないと思う。
でもやっぱりヨーロッパでこうやってやってるとそういうね有名な選手とやっぱこう話せるかっこいいですね。やっぱね話せるとかっこいいとかじゃないでしょ。かっこいいとか、いやいや何かっこいい、そういうかっこいいって、そういうかっこいいじゃないよ。やっぱりこうね、やっぱ同じチームにいたとか同じリーグでやってたから、うん、こうやって会話回ってやるのなんかすごい素敵ですよね。誇らしいじゃないですか。いやなんか日本選手がねこう向こうの有名な選手とこう対等に喋れてるみたいなさ、いいですよね。そうなんだ、うん、なんかそういう 気分になる。なるこっちは、まあ、カランブルとアネリカはさ、そうたまたまそのスペイン時代にそのハッサン国王杯って言って、俺はスペインからモロッコに行ったんだよね、はい、移動するときに同じ飛行機、チーム違ったんだけど、はいはい、同じたまたま飛行機で それで話してて、うん、でそうカランブルが最初に「おしおし」とかって言ってくれて、うん、あれお前行くのって、うん、俺たちもこの便で行くんだよって言って、うん、でアネルカともう話して、うん、席もねたまたまねすごい近かったの。へー、それで一緒に空港降りて、うん、だから仲良くなったんですごくね。そうそうそう、でもサンドニは全く何もできなかったしか多分記憶にないよね。記憶ないね、やっぱここはね。でもこんなにこう大敗というかやっぱフランスとやれてその実力差っていうかそこがすごい感じた。これ最近出た記事で中村俊介さんも、うん、このサンドニの悲劇でああもう世界に出ないと通用しないなとレッチーナに行くことを決めたというのが記事になってたぐらいなんで。これはさあれじゃない、中田英寿しか通用しなかったって書いてあるでしょ。そうそうそう、中田だから秀さんしか通用してないから、うん、このまま、ね、国内にいるよりも自分も世界に行かないとっていう海外に行くきっかけにもなったとおっしゃってるみたいですね。うん、そうだね、うん、まあだからさ結局やっぱりグラウンドはもうとんでもないから多分できなかった、それだけだよ、うん、多分。じゃあこれ抜かるんじゃなかったらもうちょっとがっちり、まあもう少し多分手立てはあったと思うけど、うん、もう全く歯が立たないぐらいなグラウンドコンディションで、うん、本当に一瞬ちょっとでも動こうするとツルンってなっちゃう感じ、うん、だからある意味こうスケートリンクでサッカーやってるみたいな感覚、うん、だからこれって経験も多分俺たちないし、うん、でもフランスの代表の人たちはやっぱりその経験値が高いし、うん、そういうのもへでもなくこうやれちゃうっていう、だからそれって環境の違いだし、うん、多分時の代表選手は感じたと思うんですね、うん、彼らはなんでこんな風にバランスを取りながらできるんだろうっていう、うん、まあもちろん体幹の部分だったりとか、うん、あの試合から多分ねすごく日本でも体幹がとかね、あそういう話題がいっぱい、ね、出てきたんだよ、まあ、トレーニングの中でも、うん、そういう体幹トレーニングとかっていうのもどんどん出てきて、でやっぱりこうしっかりとこうした塾を作んなきゃとかね、うん、そういうのも多分やりだしたんだよね、うん、あれがきっかけだったんじゃないかな多分ね、うん、俺もそんな出たんだね試合。そうなんですよ69分からね、うん、僕はねもう一個驚いちゃったのがこの69分に石田さんと変わって、うん、ジョーさんと高原さんのツートップなんですよね。これにびっくりしちゃって。そうなの。ジョーさんと高原さんがね同じピッチに立ったことないと僕は記憶にしてて、うん、ジョーさんからそういう話聞いたことなかったから、うん、結構僕からすると夢のツートップなんですけどね。でも全く何もできなかったんだろうね。そうチャンスも作れなかったんじゃないかな、うん、記憶にないもん。もうそれは昔すぎて記憶にないの、それとももう大敗しちゃってもなんかあんまりなんかこう残したくない記憶としてなってる感じですか。いやいやいや多分時間が経ちすぎてんだと思う。あなんかこう終わった時にいやこれも全然できなかったなみたいな、こうなんつうロッカールームでみんながこう話してたとかそういうのもない感じ、うん、全く分かんない。まあでもあんまりこれって語られないですよね、サンドニア悲劇ね、デスタッシュたちをね詳しく語ってる人もあんまりいなくないですか。みんな覚えてないのかな、まあ、広永に聞けばいいんじゃない。広野さん違うね、それ前だね、オリンピックの時だね、前それなんか変なとこ覚えてるからさ、うん、センセーショナルというかもう本当に 5-0 で完敗して何もできなかったっていうのしか残ってない、うんうん、あの時代ってさやっぱりさ、うん、そういうさ強豪国とさそうそう試合なんてできなかったから、ね、かからそうだからいいチャンスあったんだけどね、うん、だからあれはさトロシエ監督の、うん多分いろんなこうつながりとかいろんなのがあって多分やれたんだよね、うんうん、しかもサンドニでね、うん、やれたってことはすごいことだと思うし、だから何かやっぱり感じたものってもっともっとやらなきゃいけないんだなとかさ、うん、多分もっともっといろんな部分で世界に出ていかなきゃいけないんだなっていうのは多分みんな思ったんじゃないかな、うん、でもそれで俊介もね、まあ、そうですね、そういうふうに記事書いてんだから、はい、それで彼は出て、うん、やっぱり世界的なプレーになってるんだからね、はい、悲劇って言われるけど別に悲劇じゃないんだよねそれはね、なんかね、まあまあ当然なんだよね、実力差って、まあ、当時のねフランスと日本だったら、うん、ギダンもいるしアンリもいたらやっぱりね 5-0 ぐらいになっちゃう可能性は
あるレベルの差はありました、ね、力の差は全然あったと思うよね。まあちょっとあの視聴者の方のコメントだったんで、サンドニをぜひジョーさんに聞いてもらいたいですっていう、まあ、振り返ってというか、うん、本当にちょっと申し訳ないんだけど、そこまでは記憶が鮮明ではないんだけど、まあね、まあまあまあ、また誰かゲスト来てね、サンドニの出てたメンバーとかいれば、なんかこうあの時庄司はこうだったよねとかいう話が出てくれば、なんかジョーさんも思い出してくるかもしれないんでね、まあでもみんな年食ってるからね、もうねそう記憶もあってことは曖昧だと思うけど、はい、まあでも本当にね、あの試合は本当にそういう形でやったかな、ちょっと深い話はできなかったけど、ああいやいや全然全然もう、うん、でもね、あの力の差を感じたっていうのだけでもやっぱり、まあまあまあそれはどこでもこの時代はそうだよ、どの国やってもやっぱり日本ってやっぱり弱かったし、うん、うん、今に比べるとね、うん、全然やっぱり私の時代は弱かったなっていう気がするよね、うん、でも成長したし今はね、まあ、そうですね、それがあって今の世代につながってってるわけですからね、まあいろんな指導者の力もそうだし、まあうね、選手のやっぱり能力ってやっぱり本当に格段に上がってるから、はい、だからもう本当にね、そういった逆にね、うん、日本の悲劇って言われるようにね、うん、フランスを ね倒せるぐらいの時代になってほしいなとは思うんで ね、まあ視聴者のねコメントを拾ってというね、今回ね、はい、そうですね、まあもう少し拾ってあげてくださいね、いろいろね、はい、拾いますよこれから、ね、拾ってフルピー企画なの、自分の企画にしちゃうっていうね、拾って拾っていくと、まあそうよね、まああまりちょっと思い出せませんでしたけども、まあでもね、これからね、いろんなこう、まあ、代表もね、はい、まあ、フランスだったりとか、ね、ブラジルだったり、まあ、いろんなスペインだったり、いろんなね強い強豪国とね、まあ、しっかりと互角に渡っても戦えるような、ね、力になってますからね、ぜひいつかは0対5で日本が勝ったっていうね、うん、そういった日本の悲劇なんてね、うん、言われるようにしてもらいたいと思います、はい、はい、皆さん頑張ってください。それでは皆さん、またチャンネル登録よろしくお願いします。